はい、さぬきの火上がります。たまたま大で、はい、あさり特です。はい、肉とちくわです。さぬきの火焼いてます。さぬきの大好き、だしは美味しい、美味しい。
これが今日ですね。でさっきの作った玉が明日の。僕の体型がドラえもんに似てるのと、なんかお客さんが読みやすい感じで絵本とかっていうので、まあ、考えた。小麦粉は麦なんで、いい絵本にしたもともと作って食べたりするのが好きだったっていう。でも専門学校とか行ったりとかはしてたんですけど、山の上ホテルってあったんです。まず最初はそこで、なんか東京行ったりとか、いろいろ転々とはしてます。もともと起業しようと思ってて、好きなことじゃないと長続きしないなと思ったので、何が好きかなって考えたら、うどんが好きだったので、そのしなりさんにちょっと修行しに行って、で起業したって感じですね。常連さんも多いので、やっぱ飽きさせないようにと、みたいな感じにしてたら、どんどん増えちゃって。まあ、柳橋も近いし、もともと知り合いの魚屋さんとかもいるんで、旬の野菜だったり魚だったりそういうのを使っていく。いや、まあ大変ですよ夜とか重なって、お客さんが重なったりするとあんまり寝てないですね。3時間4時間ぐらいかかって、で帰れればいいけど、そっから片付けしたりなんだかんだしたらもう12時回っちゃうんで、1時とかずっといますね、ここに。なんか好きじゃないとできないです子供4人いるんで、その分頑張らなきゃなっていう、やりがいもあるし、感じで、まあ、自分の好きなようにできるじゃないですか、ね、腰があるようにしたり、なんか滑らかにしたりとか、なんかそういうのができるから、自分で作った方がいいなって感じで、7つ星しかないんで、苦労することによって、お客さんから美味しいとか言ってもらうと倍以上に嬉しくなる。
はい、ありがとうございます。はい、行きます。ちょっと森行きます。お待たせしました。お願いします。たまたま大で、はい、軟骨で少々鍋でやるとサバが崩れちゃう。はい、肉とちくわです。テーブル2番さん行きます。はい、さぬきの火上がります。
セール第一弾。ありがとうございます。ゲーモンです。営業してます。あー、よろしくお願いします。はい、アサリ特です。すごーい。はい、お願いします。